はい、どうも、今日は久々に、ちょっと前の動画なんです。ちょっと前に買ったものの動画なんですけど、カーナビルさんの300円くじを、1、2、3、4、5、6パック購入してたの忘れてたんで、今見ていこうと思います。じゃあ、一口目。何が出るかな ?300 円なんでね。はい。いきます。はい。うわ。タコちゃん。そう、お昼、たこ焼きしよう。タコちゃんが出てきた、タコちゃん。タコちゃんが出てきた。2パック目いきまーす。せーの。はい。お、電車が出てきた。ちょ、電車乗って、たこ焼き買いこう。はい。はい、3パック目で、3パック目だ、これ。1枚か。3パック目です。はい。お、あ、これは、普通には、300円じゃ買えなくない ?500 円、500円、600円ぐらいするね。それは当たりだから当たり。はい。では、4パック目でーす。はい。お、まあ当たりだけど、この間、ストレージ、30円でストレージから出てきたっすね。当たりっちゃ当たりけど、光も欲しかったなぁ。5パック目でーす。はい。あー。微妙。一応、当たりってことで。はい。では、6パック目でーす。こっちか。よし。せーの。はい。なんとも微妙な。うん。まあ、300円じゃ当たりだね。ね。この、ホルが出てきた。ファイヤーオールドラゴン、ダークフルート。よし。じゃあ今日は電車乗ってたこ焼き買いこう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。